神社でしょ、うん、まあなんかね、神社って言ってたね、神社って言ってたけどさ、まず入り口に墓がこんないっぱいあるっていうのも、ね、今まで行った神社の中ではなかったし、普通お寺だよね、あってもね、うん、普通だったらね、神社じゃなくて、まあ、普通はね、霊地巡礼でもうすでに何箇所か行ってさ、待って待って待って、待って今めっちゃびっくりした、クソ聞こえてたの今、いや聞こえてたね、祭りみたいな、なんだろうね、湯前神社かじゃん、待ってこれ廃神社だ、待って怖い、待ってこれ待って読めないよ全然、ちょっと待ってやばいやばいやばい、これ廃神社かも、廃神社名前のとこ落書きされてるもん、え、あ、使われてないんだね、地元民は知ってるんだね、だよ、おお、何、うわすげえ、これが境内ってこと、これが多分境内、すごいね、でもなんか思ってたよりかね、ちょっとこじんまりしてるというか、うん、でもかなり古くない、あ、そっちに結構古いよ、もう奥行きがあるのか、中なんじゃない、そう、ここに隠されてたのかみたいな、なるほどね、中な気がするけど、うん、境内の下って階段の下ってなんかすごいなんかよくわかんないというか、うんうん、確かにこっちの方があんまない、見方もなんか神隠し感はあるよね、うん、カメラで中映してみますか、はい、あ、オッケー、上はないんだ、床か、上は、そうだね、そういうことか、いや、でもポロポロだな、やっぱね、なるほどね、どこでやるの、境内の下、これまあこの辺だよね、下って言ったらここやね、竹藪がすごいな、竹だ全部、そうだね、竹あるね、竹だね、どこまで続いてるの、あ、これ入り口なんか、ここが入り口だ、正門みたいな、うん、あ、こっちから入るんだ、みんな多分ね、一応踏切があるみたいで、うわ、あの前さ、踏切行ったじゃん、やただっけ、いや、谷田、谷田踏切、谷田だっけ、谷田かな、よりもなんか雰囲気ある、ぶっちゃけちょっと危ないね、うん、こちらですね、ちょっとやばいですね、これは、大金って書いてある、あ、書いてある、あ、本当だ、大金踏切、いや、なんかよろしくねえもんがいっぱいあるね、いや、あるわ、踏切もあるし、とりあえず一旦渡ってみます。はい。ここ通るとなんかね、嫌な気するもんね。いや、だから雰囲気やばいわ。うん、あっちはなんか赤い灯火みたいなのあるし。徹底的に調べて痕跡みたいなの見たいからね。うん、一応、あ、なんか雑巾とかめちゃくちゃあるね。掃除道具ある。だから一応使われてたじゃ、使われてたのか、手入れはされてたのか、あ、でも結構綺麗っぽいね、ちゃんと洗濯してな、いや微妙だな、まあでも割と綺麗な方なんだ、うん、綺麗だと思う、この白、え、1学年1学年学生学校から持ってきたのかなかね、ちょっと、まあ、あ、でもバケツが古いわ、掃除するには、あ、そうだね、うん、金属は完璧に酸化しちゃってるわ、うわ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 、ええー、うわ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 、うわ、もう一気に生活の痕跡感がやばいね、結構ね、今恋したよ、し、俺もした、俺もした、うん、したやっぱここやばい、ここやばいよね、え、まあ、ここやばい、マジで、あー、OK、聞こえた、聞こえた、いや待って、太鼓あるぞ、太鼓あるぞ、ちょっとここ、いや、これですよ、おかしい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 、いや、もうやめた方がいい、絶対おかしい、ここ、え、なに、聞こえた、大丈夫、え、なに、うん、何が、こんなん、何これって、ね、わからんよ、何これ、わからんよ、めっちゃ遠くで強風吹いてる感じする、ゴー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 、え、わからんって、ここ急になんかずっと怪しい、怪しい、びっくりした、え、何何何、え、こっちなんか聞こえてないの、覚えてます、待って、現象マジで多いって、
5つ終わんのこの場所、うん、ちょっと広すぎるわここ多すぎる。うわ見る勇気ね。てかめっちゃ上まであるわ ね, ねすごい高い。もう見たくないもん。なんかヤバい人いない大丈夫大丈夫今のところ大丈夫。もうガチすぎるな。ガチだ見たことねえこんな。うわ声とかうめき声とかもあってそれもここ関係してるもんな。うん、まあでも異例となんでね。まあそうだね、まあ、ちゃんと手は合掌はしょうがない、うん、ああそうですね。しっかりこの人たちはあれじゃないからね。うん、やばいな。この辺の可能性あるって。そうだ、現場がこの可能性めちゃめちゃ考えれるね。やばいよなこれ。うわちょっとなんかやばいわ。やっぱ変わるな。やっぱ変わる変わるな。もう進める気がしない。こっから俺こっち避けてるね。そうそうそう。なんだ。トイレかな。ここが、うん、あ、キッチンだね。キッチンだね。うわ、すげえ。なんか2階に来るとよりレストランの、うん、当時どんな感じだったのかっていうのがイメージしやすいね、うん、そうだな。うわ、だからここは全部客室っていうかみんな食べる場所。うん、めちゃめちゃ綺麗なね、うん、感じだったんだろうな。で、いいわ。普通にめっちゃ広ない。いや、広いよね、うん、すげえ立派なミレストランだったね。そうだよね。天井ボロボロやね。うん、そう、ちゃんと本当に木のところだけ傷んでるね。いや、悲しくなってくるわ、なんかこういうの、うん、見ちゃうとね。すごい。だって立地とかが多分めちゃくちゃいいところで。いや、ガチ本当に立派。超景色もすごいいいしさ、うん、いや、そんなレストランで悲しいことが2個も続いてしまったっていう、うん、もともと道路だった。道路でしょ、電池あるもん。いや、でもちょっと待って、ストップストップ。なんだよ。はい、なんだ。見てしまいました。僕今度は何、斜めじゃない隣のその横から白い影がふわっとってさ、これガチガチマジで。いや俺もうほらはっきり見たよ今の。しまー、行くか。うわえぐい。うわえぐい。何、うわもう急にあれだ。え、何これ。もうえ、だからさっきだから城みたい。これが城なの。これ城、城じゃない。いやでも全然なんか城っぽくないよ。でもね、なんかでもさ神社っぽくもない。うん、どちらかっつえば神社っぽいね。え、なんだこれ。これやばない。こんな頂上にさ、ええ、神社なのこれ。神社っぽくない。だってあって、こんな場所にあるかね普通。ドアガッタガタだし、これ穴開いてるもんねこれね、うん、そうなんだよね。そう、ドアがさ、うん、めっちゃ外れてんのよ。ほんとだ、やばい、これやばい、これやばい、ここやばい。もう貫通じゃん、もうこれ使ってないね。いや、そうだよね、うん、完全廃神社だね。うわ、待って待って待って、第二陣っすか。これすごいな。これ入れないよ、後ろから。入れそう。ほら、うわ、ほんとじゃん。いや待って、これ多分中スカスカだからいけるぜこれ。え、ガチいける。いけるよ。うわー、これ結構やばいな。うわうわ、やべ、めっちゃ怖い。やばい、なんか映りそうだな、ここ。うわ、めっちゃ怖いぞ。結構奥はあるような感じしたんだけどね。うん、の響きなんだったな、結局は。あ、あ、あ、こっちが来る。え、何も変な足音しなかった。よしよしよし、もともとほら見て、街灯あるね。
ある。もともとある。でもここで1個ってさ、張り立てない全然。いや、多分奥にももんじゃないと思うんだよね。あ、なんかあるわ。こういうとこも多分電気生産だろうし。ああ、本当だ、あるね。使われなくなったから多分。あ、それでしょ。まあだから今では通る人マジで全然いないんでしょうね。そうだね。ここのトンネルちょっと響くね、普通に。いやでもさっき俺たちはね、この裏側にたどり着いたんだよ。ああ ここは通らずに。ああ、はいはい。その時はね、響き方もっとやばかった。あ、そうなの。めちゃくちゃ響いてた。ちょっとこの声だとしたらなんかボーっていうぐらい。あ、逆に響かないんじゃなくて超響いたってこと。だから今あんま響いてない。ああ、なるほどね。完全にやったわ。あったね。うーわ、ついに見つけちまったが。うわー、うーわ、うーわ。これリングに出てくる井戸よりも全然でかい。待って、ここめっちゃ怖くない？おー、こんな楽じゃないけど絶対に戻ってこれないもん。確かに初めて見たな。無理だね。うわ、やばいなこれ。しかも一個マジ気持ち悪いのが、この井戸の中に超レッケゲジゲみたいにいっぱいんだよ。マジで。これ見てみ、あそこのどこのすぐそこにいるんじゃん。すぐそこにいるんじゃん。そこにいるんじゃん。いっぱい。めちゃくちゃいるじゃん。うわ、ほんとだ。うわ、めっちゃいるわ。やばいよ。ほんとだ。ほんとだ、いるわ。めっちゃいるわ。めっちゃいるよ。今のところまだ想像つかないな。なんかどういう感じの家なのかっていうのは。そうだね。ただこの雰囲気はちょっとヤバそうで、いやハウスに似てるっていう。いや、そうだよね。うわー、うわ、結構大きい。うわ、マジで全然周りと違え雰囲気。ここは今のは何？ん？どうした？おっきい、げげげ。え？何？笑い声？笑い声でもないな。カメラの件もあるし、ちょっとやばい気がする。ここやばいと思う。当然窓とかも何にもなくて、電線みたいなのが刺さってる。インドピアノみたいな。うん、これで、これピアノだよ。やばい、これ。うわ、これ完全ピアノだよ。完全にそれだ。ちゃんと弦もあるし。これ落ちてくる。したの。マジで。しましたか。大気まで。俺と大気は聞こえた。もう、なんか、グーみたいな。え？ガチ？もろ。2階は比較的なものですね。お風呂がある。いいよ。そう。強兵もやばそうなんで、一旦ここで終わりたいと思います。